おはようございます。フードデリバリーの配達員のおっちゃんです。おっちゃん今日はね、2024年の9月15日の朝6時半ぐらいですね、大阪府道2号線ですね、中央環状線かな、走ってます。今八尾のあたりですかね、朝8時からね、今日は八戸かな、ドライビングスクールでね、小型自動二輪オートマチック限定の2日間教習にね、行ってますと。で、今日は2日目でね、修了検定みたいなのもあるんやけどね、二輪の免許って一人でバイク転がすから、その教習のね、その道覚えなあかんのですよ。その卒検で走らなあかん道をね、覚えなあかんくて、もう一発検定のことを教えてもらったりして、もう一発試験行くかな思ってたけど、俺いやちょっと道覚えられへんわと思っててんけど、教習所行っても結局覚えなあかんねんな思って、うん。で、バイクのなんかそういう車高の教習もなんかこう一人の教官に生徒がなんか3人とか5人とかついて走るから、で、僕ちょっとこういう陰キャで引っ込み思案な性格やからさ、こう前に出られへんからさ、ついて走ってきてくださいとか言われてもさ、もうやっぱ一番最後に並ぶんよ。ほんなら教官の人のさ、なんかご指導の声とかも僕には届かへんわけよ。言ったら3台先に教官が走っとって、なんやかんや説明しながら走ってくれるんやけど、全然聞こえへんから、その一つ前の人の走りを見て、なんかそのこんな感じかなと思って見るんやけど、さ、明らかにその教官の動きとは違うから、なんていうの、指示器出すタイミングとか全然分かってなくて、うん、それをまあまあちょっと今日教習でね、なんとかあれしてね、ちょっと右側寄りますね、ちょっと教習所で今習ってるとこなんでね、しっかり右と右後方をね、直接目視確認しながら、運転しますけどもね、はい。そうですね、もうなんかフードデリバリーサービスね、ピンク色のナンバーのね、 125cc ですね、51cc から 125cc までのね、小型のバイクでね、やってみようかなっていう人ね、免許にね、こうチャレンジするのも一つかなと思います。うん、そうです。なんかウーバーさんってあれだね、東京都23区やったら、ウーバーとなんかホンダのなんやいう系列の会社と提携しとって、1万何千円かでリース車両で稼働することもできるみたいやね。うん、まあそんなんいいよね。リースでやったらね、経費で引けるし、経費で引いたらその経費分の 5% か 10% か知らんけどね、税金引かれる分引かんと返してくれるからね。うん、それはいいと思うけどね。うん、まあ教習所ね、でもいいですよね。こう僕18歳になってすぐ教習所行ったからね、車の免許ね。うん、まあやっぱ若い時のこともね、やっぱり思い出すし、ちょっとこう全然ね、こう知らん人とね、教習一緒になった人とちょっとだけ喋るのもね、楽しかったりしましたけどね。うん、まあでも僕は陰キャなんでね、そういう人が、初見の人同士がおしゃべりしてる輪の中にはなかなかよう入りませんけどね。うん、あ、雨降ってきましたね。まあこんな日は教習所通わんとね、週末の雨とかやったら稼働したかったなと思いますけどね。うん、およそ700m。まあそれもまた人生ですかね。右方向です。結構降ってきましたね。今日配達される方ね、雨気をつけてくださいね。
まあ、僕はあのなんで原付2周取ろうかな思ったか言うたら、あの速度超過とね2段階右折しやへんかったいうので、この3ヶ月の間に2回もねあの切符切られてしまったんでね、もうでもあと3点なんか取られたら免停になってしまうからね。およそ 300m 先、うん、西岩田2丁目西岩、免停って3ヶ月もかな、あの講習受けるまでね止められちゃうんで免許ね。そんなんやったら僕もほんまに自転車で配らなあかんようになってしまうから、大変なんですよ。右方向です。ね、あのこういう大きい交差点をねこう 2段階右折せんとねスッと曲がれるのは、多分めちゃめちゃ配達効率良くなるんでしょうね、原付に比べてね、うん。さあ、今日はあの8時からの教習なんですけど、あの7時40分には入れます言われとったんやけどね、あの自動車学校の中の駐車場スペースが少ないらしくて、だったら早行って早止めたろう思ってね早行ってたんですけど、早着きすぎましたね。あのだから7時40分に入いてるっていうけども、ちょっと1時間以上先に来てしまったんで、あのどっかでねちょっと車止めて勉強しようかな、うん。なんかこうコンビニ、駐車場のあるコンビニが、ね、あればいいんですけどね、まあ、あるかなどうかな、こういうちょっとこの あそこに ローソンがありましたね。ローソンの駐車場行ってみようかな。ここ U ターンできるかな。ちょっとあの原付の小回り効く感覚でちょっとしばらくおるから、あのこういうとこも U ターンしよう思っても、あの1回でね行けなかったっすね。あのもうぐるーっとあの回転半径を最大にとったら切り返し線でも行けたんやろうけどね、うん。いやあれやね、こうここも多分何市になるんか、八尾市になるんか、東大阪市になるんかな。あの東の方角はあの生駒山が見えますね。でそっちの方に向かって近鉄電車のね線路が伸びとってね、まあまあー日曜日やからね、まあ今日は通勤する人も少ないでしょうしね、どうなりますかね。こうあそうそう、ウーバーワンからねメール来とって、対象店舗限定やけど半額セールみたいなとか、一つ買うともう一つ無料みたいな、なんかようわからんけどセールするみたいやから、まああのちょっとそのセール期間中はね、その対象店舗が集まってるようなところを見つけてそのあたりを流したり、そのあたりでお地蔵さんしてみたりっていうのを考えるんやけど、まあ多分それはみんな考えることやから、まあそこにこう配達員が集まるんやったら、その周辺でちょっと配達員さんが手薄になるようなところを狙ってみるとか、まあちょっといろいろ考えてね、あのそのセールの影響を見極めながら、あの動いてみようかなと思ってる次第です。いやでもね、僕はあの教習所でね1日目昨日教習受けたんですけど、もうなんかやっぱり過労でね蓄積してるんですよね、あの疲労がね。だからこう座学とかで話聞いとってもね、途中あのちょいちょい意識失うんですよね、あの要は居眠りしてしまうというかね、うん。だからやばーと思って、俺めよっぽど疲れてんやわ思って、うん。およそ 700m 先沖部西を左方向です。こう丸々1日2日休むっていうのをここ何ヶ月かしてへんからね、いやこのままやったら僕の体がですね、もう休みたいと、これはもう休まな死ぬでみたいな感じでね、あの休みが欲しいがために倒れてしまうかもしれないね。まあせやけどこう稼がんことにはね、こう休みたいと思ってもこう休むっていう行動選択をするテンションにならへんからね、これ悲しいかな。
これきっと多分みんな一緒なんでしょうね。フードデリバリーで働いてる人ね、やっぱ一日休んだらどうなるっていうところのやっぱプレッシャーがでかいですね。こう日給月給で働いてるとね、うん、まあそれがあの11月からのね、あのフリーランス新法みたいなんでどうなるかっていうのはね、あの分からへんけど、うん、まあ、ローソンの駐車場に着きました。やっぱ厚生労働省のお役人さんとかもやっぱりこうあのあれかな、このマイク塞いでないね、あのやっぱりこう人間っていうのはこう週に何時間以上働いたらこう体壊すやつが、まあ、一定出てくるっていうことはやっぱり統計的にあの事実として認めてるやろうし、じゃあそういうのを規制してこう働きすぎて体壊す人間をなくさなあかんっていうのはやっぱり思うんでしょうね。うん、だってその体壊されたらそこのね、あの保証せなあかんっていうのはやっぱりみんなのお金で保証するわけやからね、あの保険とか医療とかっていうとこで言うたらね、うん、そう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 、まあでもその週にね何時間働くんやっていうんでね、あのそういう規制をしてくれるのはありがたいことではあるけども、まあ、そもそもなんだろう、霞が関とかの役人さんとかも死ぬほど残業してる人もおったか今もおるかわからへんけどっていう話でね、うん、まあ俺らもな、その働くのは働かせてくれよと思うけどな、うん、あの働いたらあかんっていうんやったらそれやったらもうベーシックインカム出すとかそんなことも考えてほしいけどね、うん、あのサラリーマンの人はねやっぱり基本給あるけど、そうじゃない自営業の人とか僕らみたいなフリーランスの人間は基本給ないから、その日給月給のね人間にはそういう例えば月に5万でもね、あの国からベーシックインカム出すとかしてくれたらいいけどね、その代わり僕らあの社会保障とかないからね、あの会社に勤めるメリットのところの保険料とかあの年金とかのねやっぱ全部自分で負担せなあかんからね、そういうのはあるけども、うん、年金もねあの国民年金しかないからね、厚生年金みたいな2階建ての部分ないからね、うん、まあとはいえやっぱり世の中のシステムっていうのはあの既得権益のね人たちに有利なようになってて、そういう大企業とかをねやってる人たちがねやっぱり大企業を存続するためにやっぱり働いてくれる人がおらなあかんわけやから、やっぱり一市民の大多数の人があの大きい会社でね働かなあかんねんなみたいな、そういう世の中を作っていくんでしょうね。うん、だから今のこのギグワークの人たちがまあそのサラリーマンの人以上に稼げてしまって豊かな生活を送れてしまうっていうのは言ったら猛毒なんですよね。こうそういうその大きな会社をね経営してる人たちにしたら、言ったらこう優秀な人がこう雇えなくなってしまうっていうリスクがあるしね。うん、せやからちょっとより大きな視点で見た時にあのやっぱりこうギグワークみたいな人たちがしてる人たちがやっぱり稼げてしまって、あのどん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 そういう労働者からこう例えば経営者とか投資家とかになっていかれたら、やっぱりこうそういう会社っていう株式会社があって、そこで人を雇って事業を起こすっていうところのシステムのね根幹を潰してしまうと思うんですよね。うん、だからそういう巧みにね、あの耳障りのいいような形でね、やっぱり規制をかけていくんやと僕は思うしね、うん、僕はちょっとそういうあのうがった見方をしてしまうし、うん、なんか そういうそこまでなんか考える人ってなかなかおらへんと思うし、あのこういうこと言うと大丈夫かと、お前やっぱ病んでるなってなると思うねんけど、うん、うん、せやけどほんまになんていうかな、こうそうやっぱり
そういう、なんていう、その大企業のオーナーさんたちが、やっぱりこう、そういう甘い汁をね、吸い続けられるような、やっぱりシステムをね、社会のシステムを構築していくんやと思います。うん。うん。だからまあ、その、サラリーマンの人たちも、なんか、サラリーマンの人たちが、こう自分たちが、そういうプライドを持って働けるように、そのサラリーマンの中でもやっぱり階層があって、やっぱりそういう不満がね、こう、そういう、こう、資本家とか投資家とか、そういうお金持ちの人たちに、不満がいかへんように、うまいことになってるんやと思うんですね。うん。まあまあ、今ちょっと朝もね、早からこんな話してもしゃあないねんけど、まあその、まあギグワーカーの私としては、やっぱり稼がしてほしいと。でも、その、世の中のこういう、ちょっとこう支配者階層みたいな人たちは、やっぱり、自分の会社で優秀な人間は働いてもらうのは困るわけですよね。で、優秀な人間がこう、会社に勤めやんとギグワークして、自分とこの会社の従業員よりもね、豊かな生活を送られたら困るわけですよ。うん。だからそういう、僕は稼いでないし優秀な人間でもないけど、ギグワークみたいなことをやってる人間がね、そういう、そこそこの会社のね、そこそこのサラリーマンより稼げるようなね、世の中であってはあかんから、長時間労働がダメやとか、有給与えなあかんやろとか、そういう耳障りのいい理由をつけてね、やっぱりこう、無茶な稼ぎ方できひんように、やっぱり規制をかけてくると。まあ、そんな風に僕は思っているわけでして。うん。だから11月からのフリーランス新法でどうなるかわからへんけど、稼げるんやったら稼げるときに稼いとかなあかんやろって、僕は思ったりするんで、だからまあ今このタイミングではあるけども、原付2種の免許を取って、小型バイクで、稼働したいなと。そんな風に思ってます。僕は大阪の南の方のね、堺の南区なんですけど、やっぱり配達依頼もちょっとこう、距離の長い、周辺部とか辺境部に行く配達依頼も多いんでね、そういう依頼を効率よくこなすためには、やっぱりスピード、原付じゃなくて、小型バイクのスピードとか、そういうのは求め、られるというか、あった方が全然時間効率がね、やっぱり距離が長くなればなるほどね、出て行って戻ってくるまでのね、時間って全然ちゃうから、うん、だからバイク代初期投資しても、売り上げで返ってくるんちゃうかなと思って、免許代とね、新しいバイク買うお金かけようと思ってます。はい。今日なんか雨降ってきてるんでね、週末の雨稼働みたいなところで言ったら僕も、稼働したいと思うんですけどね。どうぞ皆さん、免許取り立ての頃とかね、思い出してもらって、もう一度ね、無事故無違反のね、安全運転心がけて、一緒に、そうですね、まあ、お弁当配達、やりきりましょう。じゃあ今日もね、いい一日を、3連休なんでね、もう稼ぎ時ということだと思いますけどね、私はまあ昨日、今日、明日と、ちょっとそういう免許取りに行ったりとか、明日は子供と遊んだりするんで、稼働できませんけどもね、まあ僕の住んでる近くの人は僕が稼がへん分、その分他の誰かがお配りいただけるということでね、チャンスです。はい。うん。だからまあ、皆さんね、まあ、お弁当配達でね、フードデリバリーで、それぞれの売り上げの目標とか、生活とかね、夢とか叶えていきましょう。フードデリバリーは最高です。はい。じゃあ、行ってらっしゃい。お疲れ様です。